私はパニカー、55歳、工場長をやっている夫パニオと、その工場に勤める娘のパニコと3人で暮らす専業主婦です。今日は我が家にうちのお父さんの学生時代の同級生であり取引先の会社の社長であるイサオさんが来ていてね、イサオさんが持ってきてくれたプリンを食べながら談笑しているところなんだよ。このプリン滑らかで濃厚、すっごく美味しいね。よかった、パニケの皆さんには昔から世話になりっぱなしだから喜んでもらえて何よりだ。いつもありがとう。いやいや、我の方こそ、うちの工場をひいきにしてくれてありがとうな。そういやパニーが言っていたんだが。パニーというのは我が家の長男。パニーは医者で病院に勤務しているのさ。お前の娘さん、コノさんを連れて今度うちに結婚の挨拶に来るって。イサはもうパニーと会って話したんだろ。ああ、ポニー君は素晴らしい。さすがパニオとパニ母さんの息子だ。そう、実はパニーとイサオさんの一人娘カナさんは今度結婚するんだ。私たち親同士が引き合わせたというわけではなく、二人はたまたま外で知り合ったんだよ。イサオさんとお父さんって本当に縁があるんだろうね。パニーが婚約の挨拶をしにカナさんを初めて我が家に連れてきた日のこと。カナさん、私はパニーの母のパニッカーと申します。私は妹のパニコです。父のパニオと申します。さあカナさん、そちらに座ってください。そう言って座椅子に腰掛けていたお父さんが立ち上がって、テーブルを挟んだ自分の目の前の座布団に座るようカナさんを促しました。なんでしばらくみんなで話していたんだけど、ああパニー、お茶のおかわり出すから。だってん、カナさん、座布団の上に座らないと足が痛くなっちゃいませんか。カナさんは座布団には座らず、床に自分で持ってきたハンカチを敷いて座っていました。あ、お構いなく、大丈夫、気にしないでください。ああカナは潔癖症なんだよ、悪く思わないでほしいんだ。なるほど、潔癖症ね。そういえばカナさんは私が入れたお茶にも一切口をつけていないようでした。ちょっと寂しい気持ちにはなったものの、人の家のものやファミレスなどの洗って使い回すタイプの食器を潔癖症ゆえに使いたくないという人は少なくはない。話していても始終笑顔だし、お世話になってるイサオさんの娘さんだし、潔癖症も一つの個性、きっと悪いお嬢さんではないのでしょう。この時はそう考えて特に気にしないようにしていたんだ。さて、間もなくしてパニーとカナさんが入籍。それから数ヶ月ほど経った頃でした。パニーから電話でカナさんが妊娠したと報告を受けました。私とお父さんにとっての初孫、そりゃもう嬉しかったよ。でさらに数ヶ月後、パニコの誕生日会を自宅でやることになったので、パニーに体調が悪くなければカナさんも一緒に誕生日会に来ないかと LINE をしました。するとすぐにパニーから電話がかかってきて、もしもし、ごめん、カナが体調的に誕生日会に参加するのは無理だって。でも全然つわりが大変そうには見えないんだけど。パニーがお医者さんとはいえ、つわりの辛さは本人にしかわからないもんだよ。そっか、つわりがそんなに辛いんだね。少しでも楽になる差し入れを持って行ってあげようかね。パニコの誕生日ケーキを作ってもらうように頼んだお店が、ちょうどパニーとカナさんが住むタワマンに近いしね。ということでパニコの誕生日当日、お店でケーキを受け取った後、差し入れを持って二人の家へ行きました。こんにちはカナさん、差し入れを持ってきたよ。具合はどうだい。チッ、わざわざ訪ねてくることないでしょ、郵送すればいいじゃないですか。え渡したいものがあるから明日ちらっとそっちに行っていいかって昨日 LINE でパニーに聞いた時は、カナさんも問題ないって言ってるってパニーが返事を。家族を人一倍大事にしてるパニーに
姑に会いたくないから嫌なんて本音言えないに決まってるでしょ。お母さんっていい歳して妊娠中なのに姑が来たら嫁は気を使って大変だって、そんなこともわからないんですか。信じらんないと大きな声で言うと、かなさんは玄関に置いてあった消毒スプレーを私が持っている差し入れが入った袋にかけ始めました。そして私から強引に袋を奪うと乱暴に玄関のドアを閉めたんだ。いくらなんでもそこまで、まあでも妊娠中で大変な時に姑の私が訪ねてしまって嫌な気持ちにさせてしまったかね。つわりが大変で精神的にも不安定になっているんだろう。私はそう思って気にしないことにしたのさ。そして翌年、かなさんが無事に男の子を出産。パニーの誘いで私とお父さんは初孫に会いに、再びパニーとかなさんが暮らすあのタワマンへ行ったんだ。玄関に出てきたのはパニーでした。今日は仕事が休みなんだって。リビングにいたかなさんの元へ行くと、かなさんは私とお父さんに最初に会った時と同じ笑顔を向けてくれたんだ。やっぱり妊娠中は精神状態が不安定だったんだね。とその時、パニーのスマホが鳴りました。どうやら病院から呼び出しが入ったらしい。パニーは急いで支度をすると玄関を出て行きました。その直後、リビングのベビーベッドにお父さんが近寄って、パパはお仕事忙しいんだな、でもパパはお前が大好きなんだぞと言って孫を抱き上げようとしたんです。そんなお父さんと孫、私は動画に収めようとスマホを取り出しました。ところが、ちょっと何してるの。かなさんがお父さんの体を押しのけ、赤ちゃんを抱き上げると私たちに背を向けたんだ。かなさん、お二人は他人なので子供に触らないでください。は？さらに次の瞬間、かなさんはなんとそばに置いてあった消毒スプレーを私とお父さんに何度も何度もこれでもかってくらいかけてきたんだ。な、何をするんだよかなさん。私もお父さんも思わず咳き込んでいたんだけど、はあ、汚らしい。他人を家にあげるだけでも嫌なのに私とパニーの子供に触ろうとするなんて。他人？私とあなたたちは実の親子じゃありません。他人でしょ。パニーと無事結ばれたのはいいけど、私は他人と家族ごっこやるつもりはないの。あの時もそう、他人である義妹の誕生会なんて行きたいわけないでしょ。その時私は察したのさ。この人が今まで私たちに向けていた笑顔は心からのものではない。私たちを大事にしているパニーに嫌われたくないから猫をかぶって笑顔を作っていただけなんだと。しかし人に向かって消毒スプレーをかけるなんてやりすぎだろう。怒りがこみ上げてきてしょうがなくてね、私はあることを決意しこう言ったんだ。そう、わかったわ。あなたと私たちは他人ってことで理解しました。そうして相変わらず汚いとキャンキャン騒いでいる中、私はお父さんの手を引いて玄関を出たんだよ。あんたが他人というのであればいいでしょう、徹底的に他人でいてやろうって思いながらね。さて、私たちが玄関を出た後、背後でドアが開く音がして振り向いたんだけど、かなってば玄関のドアノブを除菌シートでゴシゴシ拭いていてね。その夜、インターホンが鳴ってドアホンに出ると画面に映っていたのはなんとかな。ボタンを押したからだろう、除菌シートで手を拭いていました。さて、なぜかながうちを訪ねてきたのか、その理由は。ちょっとパニー、ここにいるんでしょ。かなが大きな声でそう言ったので、パニーもドアホンの前にやってきました。私とお父さんはパニーにかなさんから言われたことやされたことをあのあとすぐ全部話したんだ。パニーはすごく怒って、仕事が終わった後うちに来て私たちに謝罪してきたよ。いやー、パニーは全然悪くないんだけどさ。カナ、
母さんと父さんはお前にとって他人なんだろう。じゃあ俺にとってお前は他人だよ。そんなこと私言ってないわよ。バニー、お父さんとお母さんに嘘を吹き込まれたのね。私をいびろうと思ってるんだわ、お二人は。私はそこでスマホを操作、ドアホンに近づけてあの時撮った動画の音声をカナさんに聞かせたんだよ。この音声は今日の昼間の。お前とは離婚する。俺の両親を他人だなんて言うやつと夫婦なんてやっていられないからな。あのマンションも売り飛ばす。今すぐ帰って自分の荷物をまとめてとっとと出ていけ。そんな。バニーの言葉にカナはしばらく焦りの表情を浮かべていたんですが、もういい。バニーなんて顔が良くて医者でお金持ってるから一生楽できるし、顔が整った可愛い子供ができるって思って結婚しただけだし。だけど離婚するなら私に慰謝料を支払ってもらうか。お前が慰謝料をもらえるわけがないだろうが。へっ。そこでカナさんの背後から孫を抱いたイサオさんが登場したんだ。ちょ、お父さん。突然用事があるから息子を預かってくれと言われて何事かと思っていたが、お前がこの子を預けて家を出た後パニカーさんから LINE があったんだ。お前がパニカーさんとパニオにひどい暴言を浴びせている音声が録画された動画も送られてきた。お父さんにまで送ったなんて汚いわよあんたら。お前の心の方が汚いだろ。パニー君と結婚すると聞いた時パニ家の皆さんにご迷惑をかけるのではないかと心配だったが、パニー君とうまくやっているみたいだったし安心していたんだ。それなのにお前が成人するまで普通にご飯を食べて学校に行けていたのはパニオとパニ母さんのおかげなんだぞ。え？うちの会社は昔倒産寸前だったんだよ。それを助けてくれたのがパニオとパニ母さんだったんだ。は？当時契約していた工場が雑な仕事をしてな、うちの会社にクレームが入りまくった時があったんだ。業績はガタ落ち、もうお先真っ黒だった。そんな時パニオがうちの会社と契約してくれたんだよ。パニオの工場は仕事が丁寧で昔から業界ではトップと言われているんだ。当時の俺の会社と契約なんてしたらパニオの工場まで評判が悪くなるに違いないってのに、それでうちの会社は徐々に持ち直すことができたんだ。そんな話聞いてない。いや、ちゃんと話してる。お前はまだ生きていた頃の母さんと俺のことを見下して話をちゃんと聞こうとしたことなんてなかったもんな。それはまあけど、そんなのお父さんが不甲斐ないせいでしょ。私は関係ないし。だが俺にとって恩人のパニ家の皆さんは家族のような大事な存在。パニオとパニ母さんを他人と言うなら俺もお前とは他人だ。何それ、私はお父さんの娘で。実の娘かどうかよりも家族っていうのは思いやりや絆でつながってるもんだろうが、他人のお前はこれから一人で生きていけ。ちょっと待ってよ、私住むところもないし働いてもいないのに。お父さんお願いよ、せめてしばらくは実家に置いて。他人のお前を家に置くなんて無理だ。じゃあな。イサオさんはドアホンに向かって私たちに謝罪し深々頭を下げると、孫を抱いたままどこかに去ってしまったんだ。そんなイサオさんをカナは、ちょっと待って、お父さんと追いかけていったんだけど、あ、ドアホンからカナが消えたと思ったら次の瞬間叫び声が聞こえてきてね。どうやらカナは話すのに夢中になっている間にさっき使っていた除菌シートの袋を地面に落とし、それを踏んで転んでしまったようだ。しばらく外でカナの泣き叫ぶ声が響いていました。その後イサオさんが孫には罪はないし俺が育てるとカナに言うと、カナ本人もそうしてほしいと言ったそうです。子供を育てながら働くなんて無理だったしね。カナはそれから住み込みの家政婦の仕事を始めたんだ。掃除や家事は得意だと自負していたんだろう。ところが他人の家の水回りの掃除は潔癖症ゆえにどうしてもできず、すぐにクビになってしまったそうです。ちなみにそんなカナが
どうしてパニーノ使ったトイレなどの掃除はできたのかとその時ちらっと思ったんだけど、どうやらパニーに内緒で家事代行を勝手に頼んで散々無駄金を使っていたらしいんだ。玄関にちょっとほこりが溜まっただけで家事代行に電話していたって聞いた時にはパニーも私もお父さんもびっくりしたさ。ところでイサオさんはパニーに、養育費はカナと私で稼ぐのでパニーさんは負担しなくて大丈夫と言っていました。どうやらカナに遠くに住む親戚の家業の手伝いをさせるみたいでね。潔癖症のカナには生きた心地がしないみたいだよ。お給料はイサオさんが全部管理しているからカナが自由に使えるお金は一切ないらしいし、そういえばある時カナがその遠い親戚の元から脱走して何十時間も歩いてなんと我が家を訪ねてきた時があったんだ。ドアホンに出た私に向かってお母さん助けてくださいと叫んでいたっけ。あんたは永遠に私の他人なんだ、助けるわけないだろうと笑いながら言ってやったけど、そしてすぐ私の連絡を受けた伊佐さんがカナを再度強制連行しました。ま、自業自得だね。さて一方の私はというと、パニーが我が家に戻ってきて家族で仲良くご飯を食べたり、伊佐さんが仕事をしている間に可愛い孫と一緒に過ごしたりしながら幸せな毎日を送っているよ。この間伊佐さんが仕事の後孫を迎えに来た時のこと。こんばんは。ああ、お疲れ、伊佐。お疲れ様。パニカさん、今日も孫を見てもらってありがとうございました。いえいえ、この子すごくいい子ですから全然手がかからないし、きっとパニー君の遺伝子を強く受け継いでるんだろうな。おじさん、お仕事お疲れ様でした。お疲れ様です、伊佐さん。こんばんは、二人とも。そうだ、これを持ってきたんだ。はい、お土産だよ。わあ、これ有名なお店の高級プリンだ。ありがとうございます。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。